報われるか。ラウンド1勝利、すごい試合でした。心置きなく全力で戦いました。不思議と晴れやかな気持ちです。さあ、じゃあすいません、先に第2試合の方ですね。1回戦第2試合、 N 丸さんと、K さん、 N 丸さんと、いや、バルトゥースしならば、さあ4ブロックの、1回戦の第2試合、そうなんですよね、アイスダンス続きいらないでしょう、ずっとしゃがみ打ってたい。さあ、なおと同キャラ、江沼さんも初日からやり込んでて、K さんももちろん初日からだいぶやってますね。ありがとうございます。まあ、ちょっと見せたは限らないですけど。
あ、瞳みたいな技ですね。ただ、判定、攻撃判定当てると消えるっぽいですかね。アイギスの 2B で消せるんですよね。で、あとナオトが食らっても消えるっぽい。ぽいしか言ってねえぞ、この絶叫みたいな。空中もそうっす。さあ、当て身打つけど、出してくれない。出してくれや。さあ、制するな、ケイさん。だからさあハイジャンで逃げる。狭間とかレイとか使ってると端から逃げるのは簡単すぎてね、他のキャラ使うと端から逃げられない。さあダッシュ当てみトキかみたいな隙を生じに出たんだお前前転。さあ前転も強いですね。前転の当てみの2択まである。さあバースト切っていくが、これは補正が切る形で繋がらない。あれ強いですよね。あれ中段中段っすか。中段じゃあ下段に派生できるんですか。できる。ああ、はい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 、中段出す前に下段に派生。さあパナしていくスタイル。さあこのタイムアップでもいい構えなのか。さあシュニピーをブンブン振っていくが射撃で落とされる。ネガティブは防御力ダウンっぽいっという投げ。見るやつがすぐ追いかけて低く投げするからね本当にね。総裁おしゃれ。さあ視聴制ゲージはきついの。相野村さん出し投げから、さあ外す。あれ難しそうですよね。当て身取って、さあコパンが刺せる。バーソン切らざるを得ない。レンガからゲダンガードシール。あの2レンガなの後ってあー分かんない前提されたらどうなんですかね。さあ今更視聴性がなくなるが、まあ関係ないですよ。あんまりもう体力ないんで出し投げからさあこれは普通の方。さあ押していくジャンチカウンター、拾えなあ。バーストガードできる。ジャンシーから、あーコンボに至らず。さあ難しくなってまいりました。それはまずかったー。 K さんが勝ったんですよね。ですよね。 K さんが勝利。走行が熱くなる。いくら走行が熱くなる。なんで車道走行が熱くなる。
さあじゃあ次の試合が先にウィナーズですね。Kさんと、山ちゃんさんお願いします。ネビーからなんだろうな、ハイちゃん A とかで拾えるとやっぱ違う気がするけど、あどうせ当たってんだとジャンプキャンセルできないからね。でオルギアに後ろに行くのは難しいで、まあまあまあ、さあ手に取って手段はバックステイ、さあこれがやたら星が減るってやつですね。星じゃない、なんつうんだろうあれでも星でよくねみたいな。まあ13個もあるけどね。さあ当てに取っておく、強いっすね。2連がパナシーフ半分回復するんでね、全部なくなっても7個になるんですよね。全部なくなってやっと北斗の剣という。さあ当て身に3つも減る、投げて、さあ普通に拾っていくじゃないかな、中段あの射撃のディレイで暴れつるしって、全部逆切れで良かったよねっていう。アイギス全部食らうからね、ロチェさんね、せめて回り込みようみたいなね、本当にね。さあ後が入っているうちに強い、勝ったな山ちゃんさん。え、あ、気のせい、ごめんなさい、本当ごめんなさい。あ、オレンジロケーさん、なるほどね。さあなんかトキみたいな当て目取り方したけど、トキみたいじゃねえ、天才みたいな当て目取り方したけどちゃうやん、やっぱオレンジ色が山ちゃんさ。さあ下段からのゲージがないのでここで終わり、クヨ上げコパンからバルトゥース、ちょっとカード目がいい、さあ勝ったね山ちゃんさん、申し訳ない、ちょっと申し訳ない。じゃあ、エヌマルさんと僕ですね、よろしくお願いします。勝利、すごい試合でした。僕はもう自分と同じ顔に二度と惑わされたりはしない。
ごい試合でした。すみません、痛くありませんでしたか。じゃあ次僕とおとぎさんでお願いします。おとぎさんいらっしゃい。あ、よろしくお願いします。食われるか。心置きなく全力で戦いました。じゃあラストが、Kさん。
ました。すみません、痛くありませんでしたか。